どうも、りょうぎと申します。3回目の今回は、ムクノの散策をしてまいりましたので、その様子をお届けしたいと思います。冒頭で流させていただいたのは、錦川鉄道の車窓でございます。運よく前面から撮ることができたので、ついカメラを設置してしまいました。ムクノの時刻表はこのようになっております。運賃はこのような形ですね。やはりローカルな私鉄というだけあって本数が非常に少なく、またほぼ単線なので、やっぱ走っていて都会にはない開放感というものとありました。やはり自然が多い路線はいいですね。で、見てみるとですね、どうやら近くに滝やホタルの生息地があるようでございまして、まあ、今回はこのどちらかを行ってみようかなということで散策をしていきました。まずこのローカル線ならではの改札がない感じですね。生産は基本的に車内で行うため、改札で詰まるという煩わしさがないのが特徴でございます。そしていきなり出迎えたこの不気味といったら失礼ですかね、カカシ。しかもカメラではちょっとうまく映ってはいないんですけれども、名前がついてまして、何だったかな、なんかムクノと錦川鉄道にちなんだ名前になっておりました。非常によくできたかかしで、僕も最初見た時は人が立ってんのかと思ってつい二度見してしまったんですよね。はい。そして先ほどの、名所の案内板もここに設置されております。ホタルの生息地と滝の方向が若干違うので、今回は滝を目指して歩いていきたいと思います。駅から少し歩いたところに、さらに滝の案内がございまして、特に距離は書いてないんですけれども、まあ、方向的には突き当たりを右に進めということでございますね。で、こちら、錦川鉄道の線路でございます。なかなか線路を下から覗くことはないかなと思うので、今回、せっかくカメラを回しているということで、下から覗いてみました。実は東京でもこのように下から覗けるスポットっていうのはあるにはあるんですけれども、やはりまあこういう橋が通っているところとなると川沿いになるので、なかなか行く機会も少ないかなと思います。実際にね、列車が走っている様子を下から見たらそれはそれでまたすごい迫力があるのかなと思うんですけれども、はい。そしてこの階段降りてみようかどうかは非常に悩んだんですけれども、さすがにそこまで時間に余裕があるわけではなかったのと、滝がどこにあるのか、どれぐらい歩けば滝にたどり着けるかのわからなかったので、今回は見送りとさせていただきました。はい、ここには薪が積まれていますね。ここムクノは山口県の中でも山あいに入る部類になると思うので、やはり雪が冬はそれなりに降るんでしょうかね。
気温が寒い、低いのかもしれないです。さて、そしてここからですね、上り坂がひたすら続いていきます。最初は緩やかな傾斜なんですけれども、登っていくと次第にもう汗ばんできまして、もうコートを着ているのが煩わしくなるぐらい、体が熱くなっていきました。ここにも階段がありましたね。もう長いこと使われていない様子で、奥の方にはもう枝が倒れていたりしていたので、今回もですね、先ほどの階段と同様に見送りという形で先に進んでいきました。この崖の岩、なんて言いましたかね。花崗岩かな？いや、違うか。昔理科でこのような岩の種類を習ったような気もするんですけれども、なかなか特徴的な崖模様になっておりました。崖模様ってなんだろう。若干ではありますが、川が流れているのが見えましたね。その川の先に上流に滝があるということなのでしょうか。いや、それにしてもなかなか山道ではないですが、まあ、交通量が少ないからこそこの道幅でなんとかなっているのかなとは思うんですけれども、ここから先はですね、やはり土砂崩れでしたりとか落石の危険があるのか、崖側には網が張られていました。さあ、ここからが長い道のりの始まりです。結構まっすぐな道とかが好きなので、ついついカメラを構えて写真を撮ったりと悠長なことをしているんですけれども、もうこの辺りからですね、もう持ってるスーツケースが非常になんか苦痛に感じてきまして、はい、ここちょっと滝が流れてますね。大滝と書いてあったものの、一体どういう滝がその大滝に該当するのかが実はあまりよく分かっていなかったので、この滝ではないかなと思い、もう少し先に進んでみました。いやー、でもこの自然の合間に水が流れている感じ、なんかすごい個人的には好きですね。ここも小さな滝とまではいかないですが、川の流れが感じられる場所がありました。そしてようやく登り切った先がこのような形ですね。ということは、ここに来るまでの間におそらく大滝があったのではないかなと思うんですが、やはり途中で映っていた細い滝が大滝だったのでしょうか。
実はここから先にも少し進んではみたんですけれども、民家がそれなりに立ち並んでいたので、あまり入るのも良くないかなと思い、また時間もあったので一度引き返すことにしました。もしかしたら本当の大滝はこのさらに先にあったのかもしれません。集落の入り口にはこのような社がありまして、お賽銭箱がなかったので今回お賽銭は入れなかったんですけれども、簡単にお参りをしていきました。そして下山してまいりまして、まあ、下山というほど登ってはいないんですけれども、あれが駅ですね。駅から見下ろした風景にあった橋を渡って反対側に行ってみます。川の流れがすごい穏やかで、見ていて心が和む風景でした。これ夏場とかだったら足をつけると気持ちよかったのかなと思いつつ、まあ、少し写真を撮りつつ反対側に渡っていきます。川沿いにバス停がありました。時刻表を見てみると非常に本数が少ないですね。バス停の名前は下向くのでいいのかな。生活交通バスと書いてあるように、おそらくこの辺りに住まわれている方の生活のためのバスになるんでしょうね。この日は非常に天気にも恵まれていたので、散策していてとても気持ちのいい日でした。横断機を入れる箱もだいぶ錆びてるところを見ると長いこと使われていないのかなと思います。旗も刺さってないんでね、やはりこの辺りはあまりこのお子さんがもう住んでいないのかなと感じられますね。はい、こちら反対側のバス停の時刻表になっております。ハーモニー三輪とかサンマート三輪とか、これ横文字が入ってるバス停の名前があってちょっと気にはなるんですけれども、さすがに行っていると帰れなくなってしまうので今回バスは見送りです。この近くにダムがあるようでして、そのダムの放流に対する注意事項とかも書いてありますね。川の反対側から駅の方を見た風景です。ちょっと残念ながら逆光になっているので暗くなってしまっていたんですけれども、というわけで戻ってまいりました。最初は気づかなかったんですけれども、実はここにもバス停がありまして、時刻表はこのようになっております。もう本数が少なすぎてもう凄まじいという言葉しか出てこないですけれども、やはりこの辺りの方になると車を持たれている方が多いようなので、車で移動される方がほとんどなのかなと思います。相変わらずのカカシの存在感。
本当によくできていて、もう帰りもついつい見ちゃいましたね。子供が泣いちゃうクオリティでした。結構怖かったです。1時間半ほどの散策を終えて駅に戻ってきました。この後は電車に乗って引き返して広島に向かい、路面電車や呉線を堪能した後に宿に泊まりました。今回は宿の動画も合わせて載せさせていただきますので、よろしければご覧いただければと思います。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。またよろしければ次回もご覧ください。